で、これ全部闇の中で行われます。そしてある時間になると、これ全部一斉に火を消します。で、この時にライトなんかつけると行われます、はい、鬼夜ですから、はい。で、それで、さっき言ったあられ川のところに降りていって火を消すわけですね。で、火を消した後、これでこの時にこのシャグマと呼ばれるですね、本当はもう目に見えない存在になってますが、これが鬼道に帰っていくと呼ばずになんですね。まあ、そういうところまで私丁寧に全部見させてもらいました、はい。こんなお祭りですごいですよ。これ移動さ大迫力ですよ。で、僕桟敷席に座らせてもらいましてね、この日近いんですわ、暑いんですよ、冬1月7日なのに、わちちちしな感じで。いや、これは毎年やります。今コロナでちょっと3年休んでます。うん。で、大祭というのは50年大祭ということで、50年に1回です。だ、次の大祭は私は100の年です。できれば私は100の年まで生きて、ここでもう一回公演したいわけです。あと30年。ああいう姿でやるんですか？裸ですよ、ふんどしちゃう。寒いですよ。で、これでね、もう担ぎ手もいなくなって、もうどん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 細くなっていったんで、もう松明も減らそうと、小さくしようとかね、もう書き手がいないからってことになってたんですけど、三山さんって方がもう一生懸命、そしてこの三山さんの時に初めてね、大阪万博がありましたね。あの時にね、このビデオをね流したんですよ。これで一気に日本三大火祭になったんです。もうそれ以後はやっぱりここ離れていった人たちが、いや、この祭り潰しちゃいかんって、みんなこの日に帰ってくるんですよ。それで今でも盛大にやるんですよ。うん、郵送ですよ。これはぜひ、ね、行ってほしいですね、はい。僕まだギリギリつてがありますから、桟敷席に案内しますよ。これあんまりメディア取り上げませんね。いや、福岡県は取り上げてますよ、ずっと西日本新聞あたりは。ああ、こっち筑豊にあんまり来ないですね。北九州局は出してないですね。久留米版ぐらいしか出してないかもしれないですね。本当は大変なお祭りなんですよ。で、その陰に神宮皇后と木の竹内宿根がいるわけですよ、ね。ちょうど我々やってた神宮皇后記のお話なんですよ、関係するのが。地元 の, その一般の人たちはこの鬼夜の祭りは何の祭りと思ったんですか？いや、私が今言った説明と同じです。そこに書いてあります。リスラチンうん、ジンリンという妖族は足の中に逃げ隠れするのを棒で引き寄せ、剣で首をはねた姿を伝えたという説とかね。じゃあ、ジンリン退治のお祭り。そうですよ、もちろん。だけど、ジンリン退治だけど、ジンリンが主催者になるけど、一番のだけど、鬼面喪失になってる可能性があるんですよ。そ、はい、それこそ知ってるんですか、地元の人。いや、私が説明しました。いや、だから地元の人は知らないわけですよ。知らなかったですよ、今まで。だから私が行って初めて平成15年に地元の人も考え方を変えてくれたわけです。今もみんな知らんってことです。いや、もうそろそろ知ってるでしょ、あれだけ本買い込んだんですか、私の。いや、なんで一般の人は知らんでしょ。いや、そら全部にはまだ行き当たってないでしょうけどね。いや、でも宇治子さんたちはもう主だった人は知ってますよ。矛盾ですよ。しつこいですね。今日やけに突っ込みますね、私に。さあ、それでこれが大事になってくるでしょ。創始日本殿中の応年代記で、ね、いつも言いますよ、ここに神宮天皇さんがありますね。で、それから、ここに、なんでここに家来の大臣、木野武氏内と豪須、307歳という、なんで天皇の中に大臣が一人だけ出てくるんだと。そしたら、最初に私が出したあの歌になるでしょ。大君は神にしませば、水鳥の巣だく見沼を都となしつ。この都を作ったのが、実は神宮皇后じゃなくて、木の竹内宿根だったんです。吉山旧記、薬師寺旧記にある通りです。これは、応年代記は中国側にしか残んなかったやつ、はい。東大寺かどっかが、そうそう、東大寺に残ってたやつ、はい。何度も言ってきたでしょ、これですよ、ここね。そしてこの松野村寺系図の3
鎮西高部のその3の直前、ここにほら字がちょっとだけ違うけど、やっぱり通って字があるでしょ。ここだけはちょっと拡大して確認しますかね。はい、通でしょ。安じゃなくて糸になってるけど通でしょ。同じ発音でしょ。私には東大寺にしか見えなかったんですよ。そしたら松野も同じケースだ。この三が和王って書いてあって、真の安定の時剣士、ここに仁徳85年って、ほら吉江間久喜と同じ、また日本書紀の仁徳天皇の年代が書いてあるでしょ。見えますか。その家系図も年代記に書かれてるんですか。違いますよ、これは松野村寺系図、熊本の方。なんでここまで一致するわけ。筑後の久留米の吉江間久喜、それから熊本県の松野村寺系図。怖いでしょ。怖くないですか。それで私これ紀州王権の成立って言ったんですよ。紀の竹氏内の宿根が建てた王朝だから紀州王権って言ったんですよ。そして平安時代の紀の貫之も多分この紀州王権の末裔ですよって私言ってるんです。これからです。だから今日のとこやから急ぎなさんな。大和国豊国は三角淵神獣狂犬の国から出た神宮天皇に滅ぼされた。神宮は木の竹氏内の宿根東大臣と婚姻し、筑後の国見沼に皇都を建て、紀州王権、和の五王とその前後が成立した。武の次の鉄が筑氏の君祝いにあたるようである。豊国の慶太天皇と争って敗れ、王権は豊国に戻る。これをもう20年前に出しちゃったんです。その文章先生もちろんです。これが私のオリジナルです。これ20年前にもう書いたんですよ。日本中から馬鹿にされましたよ。ただね、若さから出てきた神宮皇后は、神宮天皇はどうもこの、ね、佐賀の国、肥前の国の木の竹氏内の宿根と、ね、連合したという形跡を考えないと説明がつかんのですよ。だから前回やったように、なんで福岡市東区の樫井宮で王神が、穂武田和家の皇子が7歳になるまであそこで祝福せないかんとですか。豊国の御所ヶ谷の慶筑方面の籠坂の皇子、牛熊の皇子、大和尊の皇子の孫、御事の孫、この王権と最後の争いがあったんでしょ。この時神宮側のバックは実は火の国の竹槌の宿根だったんでしょ。だこの二人が夫婦だったって可能性は私捨てきれんわけですよ。王子は誰の息子ですか。木の竹槌の宿根と神宮の子供じゃないですか。福永説です、あくまで。DNA 鑑定だってしようがないんだから、どうしようもないじゃないですか。ただ隠された事実としてこれ考えることには、どう考えてもこの後の日本書紀は解けないわけですよ。でもどっか書いてますよね、あの父親が亡くなった2年後ぐらいの王子に生まれたでしょ。だから中愛は作られたって言うじゃないですか。2、3人か4人のモデルはいるけどもね、みんな死んでいく人ばっかりじゃないですかって。だからその例えばさ、早くあの生まれさせないためにじゃあ、じゃあなんで竹の内の宿根は天皇からの。それは日本書紀のイデオロギーでしょ。日本書紀のイデオロギーでしょ。和国なんだろう。でその存在してるちゅうことに、もうだからちょっと一段階解きましょうか。竹の内の宿根はじゃあ繋がってるぞ。いや、繋がってないと。わかりますね。まあゆっくり行きましょうよ。はい。さあそこでまたここでこの講座でもやりましたよ。慶光天皇記もう一回戻りましょう。
あそこの肥前の国風土記に実はこんなこといっぱい書いてあるんですよ。高良の狩宮、大善寺玉垂宮。大善寺玉垂宮の創建については謎が多く明らかではないが、景行天皇の皇子、栗千和家の皇子を始祖とする見沼の君が統治を治められた時、その祖神を祀ったのが玉垂宮の前身と考えられ、平成15年、2003年、1900年、御神旗大祭を終えた古社です。これが玉垂宮の社殿です。この1900年御神旗大祭に出かけて講演したのが私です。それでその時にさっきの説を紹介したわけです。で、その肥前国風土記の小録で崇神天皇の御代、これ卑弥呼ですよ、卑弥呼の時代ですよ、御代朝廷勅して日の君らが親竹生組を槍て日の国をうたしめたまいきって、こんな記録があるんですよ、風土記にね。だから鬼面尊神さんってひょっとして竹生組ですかって僕言っちゃったんですよ、この講演で。多分鬼面尊神さんって竹生組ですよって。で、また纏向の日代の宮に、雨の下知らしめし、大垂彦の住めなみこと熊襲を積みないて日の国に出ましき、それで紀伊の国、それから筑紫の国、三井の高利の高良の狩宮、大臣玉手宮にましまして、国地を遊覧す。104年は景行天皇34年とこう書いてありますね。で、実は宇賀や、吹合津の皇子の佐賀平野攻略戦ということをやったでしょう。そしてこれが大臣玉手宮の鬼面尊神、ここの御神木みたいなところにちゃんと鬼の面かかってんですよ。で、これが紹介した玉垂宮の縁起の遊覧珍鈴が構えていたこれ都の跡、これを一旦焼き滅ぼすんですが、三方は海川、三方海川で出入り口は一箇所ってこう言うんですよ。そこに再び紀の武志ですくねがここにまた新宮殿を構えたって吉山旧に書いてあったでしょ。で、鬼よ神宮皇后以降、あるいはイコール竹露七の地の宿根の以降の祭りかということで、やっぱりこの神宮皇后もしくは竹露七の宿根が遊覧珍鈴という大和国の最後の生き残りをやっつけた事件をお祭りにしてあるんじゃないかってことを言ったわけですよ、1900年御神旗大祭でもね。だからここは新大和国の都ですよって1900年御神旗大祭の講演でも言ったわけです、私。